延命院は、香川県三豊市豊中町にある寺院。寺号は、昭楽寺。宗派は、新温宗丹立。本尊は、釈迦如来で、新四国万太羅霊城。第二十番札所。御栄家、人の世の罪とが失せて、昭楽寺。高野の丘は住みて、極楽一の阿佐埼玉中流域に広がる、田園風景の小高い丘陵上にあり、古代よりこの丘には、 地域の祖先の霊が沈まり、一体を収めた富豪の墓、延命古墳が残され、その地に寺市によると、工房大師の回帰と伝えられる古刹が建てられた。天正六年、長祖壁の陛下により、会人に返すも、その後、文六年間には郵政法院により再興される。そして、国主以駒、京国領家の日ごと、断信との尽力により再建を、 重ねて寺門再び栄える。漢文年間に再建された本堂は老朽化により、平成15年に改築される。高校天皇の時代、菅原道真が、佐抜国資材人の任那三年当時に、巡殺の折、佐抜国の風淳寺後国法上を祈って、一の字を奉納した。一は、物事の始め、また、全体を知るのいで古来より、この一と縁を結べば、 初願成就し、海運復帰の身になると言われている。また、杉山より、文霊の美写門天は、霊言あり。ありがとうございます。